Je connais un petit peu. あ、存じ上げてる方が少しいらっしゃいますね。いいですか。はい。それじゃあお待たせしました。時間になりましたので、会見を始めさせていただきます。本日はサッカー前日本代表監督ハビド・ハリルホビッチさんにお越しいただきました。ハリルホビッチさんは2015年、日本代表の監督に就任され、昨年、6大会連続のワールドハイにチームを導かれましたが、今月の7日、監督契約を解除されました。その際、フランスで、日本で、記者会見を開き自分の考えを述べたいということを強く主張されていましたので、本日の会見開催となりました。続きまして会の進行についてご説明いたします。まずハリルホビッチさんから通訳込みで30分ほどお話をいただきます。続きまして皆さんからの質問をお受けいたします。全体で1時間を予定しております。使用言語は本日の使用言語はフランス語と日本語、それから通訳はですね臼井久代さんと中地圭さんにお願いしております。申し遅れました。私は日本党記者クラブの企画委員のスポーツ日本新聞社宮内と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それから質問の方ですけれども、質問のある方は挙手してください。私の方から指名させていただきます。指名を受けられましたら、何箇所かある、マイクのところにお進みいただいて、社名と名前を名乗ってから、ちょっと時間の関係もありますので端的に質問をお願いいたします。以上でございます。それではハリルホビッチさんお願いいたします。ありがとうございます。Madame, Monsieur, bonjour à tous. Konnichiwa. Tout d'abord, je dois remercier pour votre déplacement vers venir m'écouter, parce que c'est la première fois que je s'exprime après 7 avril.このように皆様今日はお越しいただきましてどうもありがとうございます。今回初めて4月7日以来私の口からお話をさせていただく機会となりました。Je s'ai exprimé au Japon où j'ai passé 3 ans de travail。でやはりここ日本で3年間仕事をしてまいりましたので、この地でお話をさせていただきたいと思ったわけでございます。J'ai découvert un très beau pays。そこの日本という素晴らしいお国を、私自身初めて経験してまいりました。Ma famille et moi on a votre tradition, votre histoire, votre culture.Votre habitude, votre culture de travail que j'apprécie beaucoup, votre respect. そしてこの私どもが家族とともに大好きな日本というお国でございますけれども、やはりそこには伝統が、歴史が、そして文化が、そしてまたさまざまな習慣というもの、それに加えましていろいろな仕事のやり方というものがあり、それを大いに評価をしているわけでございます。そしていろいろなものを敬いながらやる、こうした日本というお国。J'ai visité un petit peu votre beau pays, mais je suis pas venu comme touriste là, je suis venu là pour apporter au football japonais quelque chose de plus.でそして私自身はこの日本という大変素晴らしいお国に参りましたのは、観光客として物見遊山で来たわけではなく、やはりもしかしたら私のこの手でこの日本というお国のサッカーに何かをもたらすことができるのではないかという気持ちで来たわけでございます。Je n'ai jamais pensé que je vais quitter ce beau pays à cette façon et cette manière.
で私自身もこの素晴らしい日本というお国をこんな形でこんなふうな形で去ることになるなどとは考えたことはございませんでした。Même dans un pire cauchemar, je n'ai pas imaginé ça. C'est plutôt, j'ai ambition pour terminer mon travail au Japon avec mon équipe, défiler sur Giza.Où notre supporter ou toute la population de grands pays comme Japon il attend comme héros. そして私自身が今までこう考えつく限りの最悪の悪夢というものの中においてもこんなことを考えたことは一度としてなかったわけであります。私の志といたしましてはやはりこの日本というお国においてしっかりとした形で仕事を私のチームとともに終えたいと考えていたわけでありましてそして日本のサポーターの方々そして日本の国民の方々によってこの日本チームというものが素晴らしいヒーローという形で終わってほしいと思っていたわけであります。Depuis cet avril, je vis vraiment un des plus difficiles périodes de ma vie. で、4月の7日以来、私の人生にとりまして、やはり一番辛いと言っても良い時期というものを過ごしてまいりました。Ça m'a profondément touché dessus comme un homme. そして人間といたしまして、深くこう失望をしたわけでございます。Et j'ai beaucoup regret pour l'aspect sportif parce que je suis venu au Japon exactement pour ça. Coupe du monde, préparer Coupe du monde que j'ai réussi à qualifier mon équipe. と申しますのもやはりこのサッカーというものから考えるとなんて残念なんだろうと思いました。というのは私はこの地日本という地にワールドカップの準備のためにやってきたわけでありましてそして我が代表チームというものをしっかりと予選通過をさせたわけであります。マニエルコマエンプロイエープレジデンビザビーモアポリソンシモンファソンキラフェサマイクトタルビザビーモトルペソナージエトケスケジェドネーフットボルジャポネそしてまたやはりこのトップの方から私は一人のですね、まあ、あのスタッフといたしましてそしてその、まあ、言い渡されたことでありますけれどもやはりここにはですね日本のサッカーというものを考えた時に何かそこに欠けていたものがあると思いました。Bah, je travaille au football depuis 45 ans. 35 ans dans le football très haut niveau. Un entraîneur, c'est toujours un poste très très fragile. Tout passait à chaque moment.でそして私自身はサッカーという世界で45年間仕事をしてきてそれもそのハイレベルのサッカーでの45年間そしてやはり監督というその職業というのはやはり大変その、儚いものであるわけでありましてどんな時だろうと何が起こるかわからない。Peut-être que j'étais un petit peu naïf mais je regrette pasParce que toute ma présence au Japon est consacrée vis-à-vis le travail, vis-à-vis le succès de l'équipe. で、私自身がちょっと、まあ、ナイーブ、つまり物事を知らなかったという点があったのかもしれません。でも私自身はそんなことをですね、まあ、後悔はしていません。というのは日本に来てやっていたこと、それはしっかりと仕事をして、そして我がチームのために我がチームが成功するためにやってきた仕事ばかりだったからでございます。Et cette déclaration qu'il a eu pressée, il m'a beaucoup déçu et manque respect total vis-à-vis moi.
で、そして私に対してこの通告されたことに対しましては、私は大変失望したわけでございまして、そして私に対するいわゆるリスペクトというものがなかったように思われました。Pour ça, je vais essayer de vous expliquer depuis trois ans qu'est-ce que je fais exactement comme sélectionneur d'équipe de Japon, où j'ai beaucoup, beaucoup fierté d'entraîner cette équipe pour trois ans, mais j'ai pris aussi mes responsabilités. で、私自身この3年間にわたりまして、日本代表チームのためにいろいろな仕事をしてまいりました。そしてぜひそうしたものをご説明したいと思ったわけでありまして、その3年間につきましては私自身がしっかりと誇りを持って仕事をしてきたと思っております。で、そしてそうしたものをですね、責任者として果たしてきたと考えているわけです。Premier jour quand j'ai arrivé au siège de GFA, j'ai demandé où est mon bureau. Ils m'ont dit, il n'y en a pas. で、まず私が最初の日に日本サッカー協会の、あちらの JFA ハウスの方に伺ったときにですね、私こう聞いたんです。あ、私のオフィスどこにあるんですか？いや、あなたのオフィスなんてありませんよって。Bah, j'ai demandé tout de suite si on peut aménager un bureau pour moi et pour mes adjoints aussi, parce qu'ils n'avaient pas non plus. それですぐ私お願いしたんです。あ、それだったらぜひ私のためにですね、なんとかオフィスをしつらえていただけませんか。それからまた私のいわゆるこのアシスタントたちにもそうしたオフィスがないから、じゃあそうしたアシスタントにもぜひオフィスをなんとかしつらえてくださいってお願いしました。C'est la première fois qu'un sélectionneur il fait façon de coacher une équipe nationale.Oui, c'est la première fois dans l'histoire du football japonais qu'un entraîneur fait ça. Oui. C'est la première fois dans l'histoire du football japonais qu'il y a un bureau pour travailler. で、どうやらこれがですね、日本のサッカーの歴史で初めてということだったようです。つまりは代表監督がそのコーチに、つまりコーチと言いましても、つまり自分たちに対してオフィスをしつらえてくれというようなお願いを出すのが。Ça veut dire que chaque jour au bureau, pas seulement aux sélectionneurs et aux entraîneurs, c'est au staff médical qui sont salariés GFA.Il va venir chaque jour au GFA et ça n'a pas fait plaisir à tout le monde. で、そういった私のこうやって毎日オフィスへと出勤をしていったわけでございます。で、それはですね、いろいろ代表チームのセレクションをするだけではなくて、例えばメディカルスタッフも毎日この JFA にやってきて、サッカー協会にやってきて、そしてみんなが毎日出勤をしてくる。でもなんかそうしたものはですね、皆さんはちょっと馴染みがなかったみたいでして。はい。Après, il faut organiser le travail.De chacun de nous, chacun de nos entraîneurs, chacun de staff médical. Et そしてその後はですね、みんなどういう仕事の割り振りをして、そしてどういうふうな仕事をやっていくかというようなですね、組織立てをやっていきました。つまり監督として何をやるか、コーチとして何をやるのか、メディカルスタッフとして何をやるのか。Ça veut dire réunion.Quotidien avec staff technique, observation de joueurs, les rapports de joueurs, staff médical, rapports de joueurs qui sont blessés, bien sûr avec les membres staff administratifs, communication, ça veut dire que j'étais en contact permanent chaque jour.で、そして毎日毎日ミーティングを持ったり、それからまたテクニカルスタッフとともに実際に選手の試合などを視察にも行きました。そして選手一人一人についての報告書というものを作っていく、それからレポートを作っていく、そしてまたメディカルスタッフはというと、どの選手がどう故障しているのかというような、そうした細かいこのデータというものをレポートとして上げていくわけであります。それからまた
またアドミのスタッフとともにコミュニケーションとか、そして毎日毎日そうしたいろいろな作業というものをやってまいりました。Подоносмено не то биро, подон викенд, она, он фе обсервацион де матч. Эске о Жапон, эске о этранже. で、ですからオフィスにいて仕事をするときもあれば、また実際に試合の現場に行って、そして視察をするときもある。それは国内組の試合も、そして海外組の試合も同じです。Chaque lundi, il avait réunion avec toutes les staffs. J'ai réunion avec toutes les staffs. Staff technique.Rapport de chacun joueur. On a sur la liste à peu près 50 joueurs, plus 5, 6 gardiens.で、そして月曜日、毎週月曜日になりますと、こうして全員のスタッフとミーティングを持ちました。そして実際にテクニカルスタッフとともに、そうですね、50人ほどの選手についての一つ一人一人の報告書というものを作っていって、それプラスアルファとしていわゆるゴールキーパーの5人6人についての報告書を作り上げていったわけです。ラポールメディカルシアで blessé, on prend de contact, tout de suite discuter. で、例えばメディカルレポートということになりますと、あ、故障した選手がいるならば、すぐ連絡を取って、どういう状況なのか聞いてみたりとか。Avec les représentants qui s'occupent de la communication, administrative, s'il y a problème, quelque chose.ですから、いろいろと広報コミュニケーションのスタッフとも、それからまた何か問題があるときにはアドミの、つまりは管理部のスタッフともいろいろと連絡を取ってきたわけです。Après organisation de stage pour l'équipe nationale、そしてまた代表チームのためのいろんな合宿遠征というものをいたしますが、Tout était programmé, organisé. Il avait dans notre groupe à peu près 50 personnesDans le groupe pour le stage, organisation de stage de l'équipe nationale. 50 personnes, oui, je vois, ou bien des staffs. De tous les staffs, oui, oui. Tous les staffs. そうなりますと、例えば合宿ということになりますと、じゃあいつその合宿をスケジューリングするのか、でどういう形でそういった合宿というものをですね、このやっていくのかということで、スタッフの数にして50人ほどいたわけです。Chacun il avait son propre tâche et ils ont pour travailler.ですからそのスタッフ一人一人がですね、自分のやる仕事というものがそれぞれにあって、そしてそれをやっていった。Et je dois remercier pas mal les gens qui ont travaillé avec moi de cette manière. ですからそうしたたくさんの方々に私からもですね、こんな形で仕事をしてきてくれてありがとうってお礼を申し上げたいと思います。Pendant trois ans, 3年間の間、tous les entraînements,Toutes les déplacements, tout qu'est-ce qu'on a fait, ça a été presque à la perfection. まあですから、ありとあらゆる練習の場面においても、そしてありとあらゆるですね、移動、それから遠征という意味におきましても、もうほぼ完璧といった形で全てがセッティングされています。Après organisation de entraînement, planification de entraînement.で例えばこうした練習というものをですね、しっかりと準備して、そしてどういったプランニングでやるのか、計画。Préparation de match officiel, match amical. で、そして公式試合並びに親善試合の準備調整。J'ai jamais dans ma vie, j'ai pas vu aussi application discipline sur ça. で、私の人生におきまして。ここまで、こんなにやる気で、みんながですね、規律正しくやってくれるところがあるんだというものをですね、今まで人生で見てきたことはございませんでした。Qualité de entraînement, application, concentration de joueurs. で、そしてまた、こうしたこの練習の中身にしましても、それから選手の集中度、そしてその質の高さにつきましても、C'est vraiment quelque chose pour dire grand, grand bravo et grand merci。で、それに対しましても、本当に素晴らしくて、もうビッグなブラボー、そしてビッグなメッシー、ありがとうというものをですね、Depuis trois ans, 申し上げたいと思います。もう3年前から、Je n'ai jamais eu aucun problème avec personne, surtout avec pas joueur.で、そしてこの3年前から私といたしましては誰とも何の問題もなかった。特に選手との問題はございませんでした。Pendant trois ans, j'ai eu contact permanent avec n'importe quel joueur.
この3年間というのはですね、もう本当に常にコンスタントにそうした選手たちと常に連絡を取り合っていた、つまりはこの海外組であろうと、また日本の国内組であろうと、Combien fois j'ai eu au téléphone certains joueurs étrangers。で、もう何度とも、そうですね、海外組の選手と電話で話したことでありましょう。Même à domicile。そして国内組もそうです。Et cet contact et communication permanent。ですからこうして連絡を取り合って、そしてまたコミュニケーションというものをずっとコンスタントに取り続けていたんです。Temps en temps, chaque entraîneur il avait tâche pour parler avec un joueur。で、そしてそれぞれがですね、誰とどういう話をするのかということをちゃんと、ですから、どのコーチにしましても、じゃあ誰とどういう話をしなきゃいけない、そしてどういったメッセージを伝えなくてはいけないということをきっちりとかっちりとやってきたわけです。Pendant le stage, pendant le match officiel qu'une équipe joue nationale,J'ai toujours un bureau spécial pour recevoir mes joueurs et discuter. ですから私どもがですね、代表チームと一緒に合宿をやっている時も、公式試合をやっている時も、必ず私はちゃんとオフィスというものをしつらえてもらいまして、そこで選手たちに来てもらって、そして選手たちといろいろと話し合いができる場というものを作っておきました。Pas seulement moi et tous mes adjoints.まあ、ですから私だけじゃないんですよ。Ils ont une tâche spéciale pour discuter. Ça, c'est préparation. まあ、ですから、私のアシスタントたちと、みんな選手がいろいろとそうやって話し合うことによって、いろいろと調整、つまりは準備ができるようにしました。Entraîner les gardiens, il va préparer pour discuter avec les gardiens, mes adjoints avec certains joueurs, et moi, un petit peu spécial.ですから、ゴールキーパーコーチはゴールキーパーの選手たちと、それからまた私のアシスタントのコーチは誰々とのそうした連絡を取ると決まっていて、そして選手とのいろいろな連絡をしていて、そして私は私でまたちょっと違った形での彼らとのもう連絡を取りました。オトワゾン、まあ、vous êtes aussi là comme témoin, je jamais.Critiquer un joueur publiquement devant personne. で、この3年間、もう皆様がですね、それにつきましてはしっかりと、もう承認になっていただけると思いますけれども、人前で誰か一人の選手のことを批判したことは一度としてございません。Et chaque fois je dis, c'est ma faute, c'est ma faute. で、いつも私が言っていたこと、そう、悪いのは私、悪いのは私。Critiquez はいい。ですから、もう批判するんだったらハリルを批判してくれと言っていました。でも、mon chambre, tête à tête, discussion un petit peu différent. でも実際にですね、例えばピッチにおきまして、そうした選手たちと一対一で話すときにはですね、またちょっと違っていたんです。Quand on veut dire quelque chose, je le dis en face.で、ですから私が何か言いたいなと思うときにはですね、ちゃんと面と向かって言うようにしているんです。Peut-être certains joueurs n'ont pas habitué à avoir cette mot un petit peu plus direct. 選手によってはですね、こんなにストレートの物言いというものに慣れてない選手もいたのかもしれません。Mais je vous dis aussi, j'ai eu beaucoup d'attachement.Cette group, cette équipe. でも私にしてみれば、この選手たち、このチームに対する思い入れというものは、それは強かったんです。Bien sûr, vous pouvez pas faire unanimité. Quand vous entraînez une équipe, vous savez, il y a 23 joueurs. Mathieu qui joue, ils sont contents. Certains qui jouent pas.Partout, pas seulement au Japon, bah, ils ont mal compté quand même. まあ、ですから、まあ、皆さんもですね、ご存知の通りに、例えば23人呼んでチームを編成していてもですね、じゃあその23人全員が試合に出られるわけではないわけでして、ですからやはり試合に出る子たち、それから出ない選手たちというのがある。それは日本だけじゃありません、どこでも同じです。そしてそれでもう嬉しかったり嬉しくなかったりもするわけですが、
Bon, je vis même après notre match et victoire historique contre Australie et qualification pour Coupe du Monde. で、ですから、まさにですね、もう歴史的な勝利でオーストラリアに勝って、そしてワールドカップへの予選通過をしたあの試合の後ですら。Bah, je vis même après ce match, un deux joueurs ne sont pas contents et comme ça, et ça m'a un petit peu déçu comme ça en qualification parce qu'il n'a pas joué. C'est vrai, ça sont les joueurs qui ont joué pendant des années, mais ce match, ils n'ont pas joué et j'ai vu beaucoup de tristesse chez eux.でそしてそ の試合の後お二人の選手がですねやはりちょっとこうがっかりしていた、それはやっぱり試合に出なかったということでがっかりをしていた、でもその前何年も試合に出ていたわけです、ですからそういったこの彼らがですね試合に出なくて、でもそれでがっかりしていること自体私はちょっと悲しく思いました。 Vous savez, on a beaucoup travaillé.ものすごく練習したんです私たち。Personnellement, ça m'arrivait pendant deux mois, pas une journée libre. で、例えば私個人的にもですね、もう2ヶ月休みも1日として取らずにずっと働いてきました。Bah, je peux prendre quand je veux. まあ、もちろんですね、休みを取ろうと思えばいつでも取れる立場にはあるんですけど。Je suis venu au Japon pour faire vraiment quelque chose avec cette équipe.まあ、でも私が日本に来たのはですね、このチームを育てるためだったので。Quand je suis arrivé au Japon, dirigeant, ils m'ont demandé qualification, obligation pour Coupe du Monde. ですから私がこうやって日本に来て、そして人々が私にこの頼んだというのはやはりワールドカップへの予選通過をするということであって。Après, ils ont dit, on va essayer faire quelque chose après. だから。じゃあそれが終わったらあとなんかいろいろやりましょうっていうお話をしていたんです。On s'est qualifié. さあそれで予選は通過した。On a terminé premier. それもですね、いわゆる首位で通過したわけです。Dans un groupe très très difficile. 我々のいたグループっていうのはそれは大変なグループでもございました。Même certains vous de penser de dire, bah c'est tout à fait normal parce que le Japon s'est qualifié tout le temps.でも皆さんの中にはですね、いや当たり前じゃないか、だって日本はいつも予選通過してきたんだからっていうふうにおっしゃる方もいらっしゃるかも、いらっしゃるかもしれませんけども、そんな楽なことではございませんでした。On était meilleur défense. で、ですから、meilleur attaque. で、守備にも攻撃にもですね、ベストでした。On a fait quelques matchs historiques. そしてそれももう歴史に残るような試合もしたんです。Première fois, équipe qui a perdu premier match s'est qualifiée. それもですね、こんなの初めてだったんですよね。初戦を落として、それで予選通過ができるチームっていうのは初めてだったんです。Première victoire contre Australie. オーストラリアに最初に勝ったんですから。Où j'ai vu panique totale chez tout le monde. で、もう全員がですね、もうパニックってましたよ。Surtout, à un moment quand ils ont compris que Vaïd va utiliser jeune joueur. 特にハリル若い選手を起用するじゃないかっていう時の皆さんのパニックリぶり。Mais on a réussi une belle victoire. でもそれにもかかわらず素晴らしい勝利というものを勝ち取ったんです。Ces gens qui ont été aux questions, c'est eux qui ont fait la différence. で、そしていろいろとこう疑問に思っていた人々がですね、つまりはそこでこの抜きん出た、つまり彼らで大丈夫かなって思っていた選手たちがですね、そこで抜きん出た力を発揮してくれたんです。Bon. Tout le monde il apprécie pas ça que Johnny arrive.Tout le monde n'apprécie pas que gens ils arrivent. Ces gens-là. Oui, gens joueurs. だから、こんな若い選手を呼んどいていいのかということで、納得していらっしゃらない方もいらっしゃいました。Après, première fois, équipe de Japon a gagné extérieur contre équipe de Emirat.そして UAE のチームに日本代表チームがアウェーで初めて勝った。
c'est encore une victoire historique. On a gagné l'équipe Bulgarie 7-2. C'est le plus grand écart de victoire contre l'équipe européenne. 7-2, oui. De, ensuite, maintenant, un autre historique de victoire, et c'est le match contre la Bulgarie. Et 7-2 de vous avez gagné. 7-2, oui. 7-2 de gagné. Et l'Europe, le team, de ce niveau de score, gagner. っていうのは今までかつてなかったことだったんです。Vous voyez, il y a, y a pas mal de choses qu'on a réussi pendant trois ans. まあですから本当にいろんな意味で成功してきたことというのがこの3年間ございました。Il y a tout le monde est toujours pas content. でもですね、もうそれでもみんな満足できないということがあるわけで。Mais moi j'étais plus que satisfait. でも私自身はいやもう満足以上のものがありました。Parce que ça a été un moment, est-ce que tout le monde l'a compris, mais maintenant complètement un petit peu, comme on dit, muzokashi. でも本当にですね、難しいというようなそんな時だっただけにですね、私はこれだけできたということで満足して。Plusieurs cadres, équipes, qui depuis des années, 7-8 joueurs, ils ont un petit peu de difficulté dans son performance.そうですね、やはりこのチーム、そしてまたチームを率いる人々にしましても、ここ数年間の間、やはりパフォーマンスという意味では、なかなか厳しいものがあった。Pour ça, je cherchais les jeunes joueurs pour peut-être remplacer. で、だからこそ私自身はですね、そうか、今までやってきたあの選手に誰か変わる選手はいないのかなというふうに探していったわけです。Créer concurrence. まあですからそこにいわゆる競争というものの原理を取り入れる。Entre guillemets, ils font bouger un petit peu ancien qui font un petit peu plus. まあだからもうちょっとですね、もうベテランの、まあお尻を叩いてもう少しですね、彼らが、今まで以上に頑張ってくれるようにとかもしました。Bien sûr, certains, tout le monde n'est pas content.まあ、でもですね、とにかく、まあ、そういった意味でみんないろいろと満足しないことがいろいろあった。Ça veut dire pendant trois ans, succès il est là. Tout le monde est très content. Si vous le voulez. Oui. Pendant trois ans, on avait succès et tout le monde est très content.でもこの3年間でしっかりと成功を手にして、そして誰もが満足をした。Et maintenant, on entre dans la troisième phase, c'est phase de Coupe du Monde. さあ、そして今度はというと、この第3ステージに入るわけでして、それがワールドカップ。Et moi, je suis arrivé surtout pour ça. で、私が就任したのは何といってもそのワールドカップがあるからこそ就任してきていたわけで。On a organisé deux stages.À l'étranger contre la meilleure équipe du monde. で、そこで海外遠征を2回行いました。そしてその際には世界における最高峰のチームとの試合をセットしたわけです。Stage novembre, stage mars dernier, stage en novembre, mois novembre. Stage en mois novembre. Mois novembre.でまずはですね、海外遠征、去年の11月の海外遠征。ま、そして今年の3月の海外遠征。Dans ma tête, moi je prépare l'équipe pour Coupe du Monde. ですから私の頭の中では、そう、代表チームをですね、ワールドカップに向けての調整だって思っていたんです。Je cherchais quelques solutions, surtout au milieu et à l'attaque.で特にですね、例えば中盤と、それからまたフォワードについて、何か解決策はないかなというふうに、そうして探していました。Exigence de Coupe du Monde, exigence pour avoir performant. まあですから、ワールドカップが要求してくるもの、つまり、ワールドカップでしっかりとパフォーマンスが出せるものを求めていたわけです。Demande aussi les joueurs qui sont capables, qualité, volume de jeu.Encore plus grande qu'on avait. ですから今まで以上にですね、選手というものがですね、もっとこう幅広い力を持って、そしてプレーできるようにということを考えました。Pour ça, j'ai pas pensé à résultat. ですから結果のことはですね、あんまり
頭になかったんです。Mais je choisis pas l'équipe de Brésil pour jouer contre le Brésil, contre la meilleure équipe du monde pour avoir un résultat. まあ、ですから対ブラジルさん、ブラジルって言ったらやっぱり世界一のチームじゃありませんか。となるとですね、それに対してやはりもういい結果を、そんなにすごい結果を出せるとは思わなかった。Ça c'est pour apprendre et prendre expérience。まあ、あくまでもですね、そういった試合によって経験というものを積ませることができたらというふうに思ったわけです。Même résultat、ブラジル、Belgique, Mali et Ukraine, ils n'ont pas satisfaisant. ですから、ブラジル戦、ベルギー戦、マリ戦、そしてウクライナ戦への結果というものが満足のいくものではないかもしれない。J'ai tiré beaucoup, beaucoup d'enseignements. でも結果は満足がいくものではなかったにしても、そこからたくさんの教訓というものを引き出すことができました。Même chose très positive, deuxième mi-temps contre Brésil.On a marqué deux buts. で、例えば、このそうですね。Qui l'a pas accepté le deuxième but? で、そして、例えばブラジル戦にしましても、後半で、dans le deuxième mi-temps, vous avez marqué deux buts. Oui. で、2回ゴール。Deuxième, il était refusé, mais il était valable. で、まあ、2回ゴールのシーンがあったわけです。Regardez un petit peu.Quelle équipe il a marqué depuis combien d'années une équipe qui a marqué deux buts contre l'équipe de Brésil? だってここ数年間のいろんな試合を見てください。対ブラジルに対して2つゴールを入れることができたチームなんていますか？ Surtout après premier mi-temps presque 4, premier 20 minutes catastrophique.でそれに特にですね、全般の最初の20分っていうのはもう大変ひどい状態だったんですよ。Mais il faut être dans la vestiaire pour regarder mon discours comment ça s'est fait à haut niveau avec les joueurs。まあ、ですからロッカーに戻ってきたときに、つまりハーフタイムでロッカーでですね、相手のハイレベルのチームに対してどうすればいいかという話をしたわけです。Et après match, je les félicite, bien félicite.ですからあの試合の後はですね、選手たちを大いに褒めました。ベルギー戦、on a fait match presque parfait。で、ベルギー戦、そうですね、もうほぼ完璧とも言える試合でした。On a perdu sur une action individuelle, on aurait pu faire un match nul ou même gagner.まあ、負けたとは言ってもですね、ドローにでも、そしてまたもしかしたら勝ってさえ、いられた試合だったと思うんです。Mais j'étais content quand même que cette équipe est capable de faire un bon match, bien organisé, avec maîtrise de jeu très intéressant.でそしてまた私といたしましてはですね、この試合におきましたうちの代表チームというものがしっかりと組織力があって、そして自分たちのプレーというものでしっかりと支配できていたというところでですね、満足をしていたわけです。スタージオベルギークセテモアビアスルプロンフットボリスティック、まあ、ですから、まあ、サッカーという意味でですよね、ベルギーにおけるこの遠征というのは、そんなには良くなかったかもしれない。でもそこでいろいろなデータというものが情報を引き出すことができたんです。On sait aussi qu'il a manqué aux 7 8 joueurs presque titulaires de cette stage pour ce stage, manque 7 8 joueurs. Pardon, 7 8 manque 7 8 joueurs. 7 8 joueurs titulaires qui vous manquent. Oui.それもですね、本当だったらいつもレギュラーでいる選手の 7,8 人があの時には代表チームに入っていなかった、そんな状況でもあったんです。Mais je vis aussi que en ce moment certains joueurs ils ont moins performant comme avant. まあでも前みたいにですね、パフォーマンスがいい良くない選手もいるなということを私は見て取りました。Ça veut dire, dans ma tête, moi je sais qu'est-ce que je vais chercher. だから、つまり私の頭の中ではですね、となったらどうすべきかということを。Premier match, j'ai utilisé 18 joueurs. 18. Premier stage, j'ai utilisé 18 joueurs. Premier stage, mois novembre.11月 の, あの最初の合宿の時にはですね、18人の選手を呼んで、deuxième stage, j'ai fait jouer 22
joueur. そして2回目。Un joueur et deux gardiens.で2回目 の, あの遠征合宿の時には選手22人プラス GK2 人 j'ai testé joueur. ですから選手たちを試していたわけです。 Vous avez vu, dernière fois, j'ai appelé un petit, petit garçon Nakajima. でご覧いただいたようにですね、あのほら最後にあの中島を呼んだあの覚えてらっしゃいますよね。Et qui est un surprise pour tout, pour tout le monde, mais très positif.みんなにしてみればもう心配だったかもしれないけども、とてもいいあの選手。すいません、ちょっとお時間の関係もありますので、そろそろまとめていただけますか。あの後ほど質問のコーナーもありますので。はい、シェアスケーションはどうだった。それは、je suis dans une préparation Coupe du Monde, je sais ce que je cherche。つまりは、ワールドカップのための調整にあって、そして、自分が何を求めているかということは私自身ちゃんと分かっていた。J'ai pas mal de satisfaction, mais je sais aussi l'information que certains joueurs aussi. で、そしてまた、私自身もですね、なんかいろいろと満足もしていたし、それからまた選手についてのいろいろな情報データというものもゲットしていた。Et maintenant, j'arrive au moment crucial.そしてそこにですね、もう一番重要な、そしてその次に来るのがですね、一番重要な23人の選手というものを選抜をするということになったわけです。ça c'est moment aussi qu'il y a。そこでこういった問題というものがですね、始まっていったわけです。j'ai quelques informationsQu'il y a quelques. J'ai quelques informations. Qu'on dit quelque chose comme ça, mais je ne voulais pas savoir rien, j'étais concentré sur mon travail.なんかいろいろな情報というものがですね、私の耳にも入ってはきてはいたものの、いえ私はもう あくまでも自分の仕事だけに専念をしていました。Malheureusement, tout le monde, il a à cet moment, il a pas joué le jeu.まあ、ただその時にですね、なんかあのやるべきあの試合そしてプレーになっていなかったということを言う人もいた。Pourquoi autant de problèmes dernier stage un mois de préparation? ですからこうした合宿をしてですね、1ヶ月調整をかけて、それでなんでこんなにも問題が出てこなくてはいけないんだろうか。Pourquoi président ou monsieur Nishino ne m'ont jamais convoqué pour dire attention, va y avoir des problèmes?で、そしてなぜ会長にしても西野さんにしてもですね、ハリル問題があるぞなんていうことをですね、なんで一度として言ってくれなかったんだろう。いや本当に一度として、おめえコラボラテロイサベーケケショーザンティブメペソンディリア。で、そして何かちょっとあっても誰も何にも言わなかった。ソルファムスニシノ今今どもで今もディールケケショーズミスニシノ。で西野さんの方がですね、あの何か私に言おうとしていた。Vous savez après match contre Mali, si j'allais à Paris regarder France Colombie。で、あのマリ戦の後、私はパリに行って、フランスコロンビア戦を見ました。Et je rentrais trop tard de il était avec moi. Je rentrais trop tard en Belgique à Liège vers 4h-5h du matin. で、そしてその後あのベルギーのリエージュに戻ったのが、午前4時5時というものすごい遅い時間になってからでした。C'est il m'a convoqué, il m'a dit un joueur, il parle un petit peu trop, il a monté sa pisse, ça c'est pas bien qu'est-ce qu'il parle.で、そしてあのある、そしてそこでですね、あのちょっと話が来たわけでして、なんか一人の選手があんまりいい状態じゃないと。Je dis, je suis au courant. On va régler ça après. で、いや、あの私分かってます、そのことは。そのことについてはですね、まあ後であの解決できますからと言ったんです。Malheureusement, derrière moi, il s'est passé beaucoup de choses. まあ残念ながらそこでいろんなことが起こって。Le président qu'il a contacté plusieurs joueurs, plusieurs entraîneurs.
会長がたくさんの選手とかそれからたくさんのコーチにいろいろと連絡を取って Mais vous savez avec moi ils ont licencié Jacques Bonvet, Cyril Moine, entraîneur gardien Lugushic. そして私と共にいたのがですね、ジャッキーとかシリルとか、そしてまたこの GK コーチとか。Bizarrement, ni Vaïd, il n'était pas demandé explication qu'est-ce qui se passe. C'est qui, ni qui?すいません、この辺で本当にもうお時間が押してきましたので、何が起こったのかということをですね、このジャッキーというあのコーチにもですね説明がなかった。Pour ça, j'ai dit, pour moi, c'était un surprise total, et pour mes entraîneurs.で私にとってもですね、もうそれはびっくりしたことでもあり、また私と共にやっているコーチたちにとってもびっくりだったわけです。Vous savez, cet avril, le président m'a convoqué, je ne savais pas pourquoi, à Paris. で4月の7日のことでした。会長の方からパリへとお呼び出しがかかって、私は何のことか分からず、今、お泊まりのホテル。でホテルの方へと出向きました。On s'est dit bonjour, bonjour. でそして、あ、こんにちは、こんにちはと言って。C'est ce coup d'après, on s'est assis.でその後あの腰掛けて Il m'a dit, Vaïd, on m'a licencié. そして、ハリルさんあの、まあ、これで、お別れすることとなりましたというお話だったんです。Au départ, je pensais vraiment une blague. あの最初はですね、ジョークだろって私は思ったんです。Après une minute, est-ce que je peux savoir, président, pourquoi? で、そして1分経って会長に、なぜかあのおっしゃっていただけますかって伺いました。À cause de manque de communication. たら、つまりはコミュニケーション不足。Ça m'a mis encore plus en colère. それによって私はですね、まあ、そこでですね、もう、もっと怒りというものが湧き立ってきたわけです。Je dis, à quel joueur qui? そこで、どの選手と、どの選手と。Au général.そしたら、いや、全般的にというお答えで。Vous savez, j'ai sorti après 5 minutes. で、そしてその部屋からは5分経って出ました。J'étais complètement groggy. で、私はですね、もう動転して。Je sais pas qu'est-ce qui se passe. 一体何が起こったのかわからなくて。Et j'ai appelé mes entraîneurs.Mes entraîneurs. で、私と一緒にやってくれてるコーチたちに電話をしたんです。Un, il est en Angleterre.Il était en Angleterre. En Angleterre. 一人はイングランドにいましたし、l'autre il était en Allemagne. 一人もう一人はドイツにいて、où ils ont fait observation. でそこであの試合のうちの選手たちの、視察をしていたんです。Je leur ai dit, entrez à la maison, c'est fini. でそれで言ったんです。もううちに帰りなよ、終わったからなって。Vous pouvez imaginer leur réaction.で皆さん、このコーチたちのですね、反応がどうだったかということはご想像をください。Bon, manière, comment il s'est, président qui m'a annoncé ça? まあ、このように会長からですね、そのお話を、されたこと。Et vis-à-vis tout, そういう形で。Qu'est-ce qu'on a fait pendant trois ans?そしてまたありとあらゆるこの3年間やってきたことに対しても、パセルモマンクレスペビザモアコンペソナリコモコモトレネル。ですから私自身監督をしている人間に対してのリスペクトというものがないのではないか。ビザビメコレゴシ。そして私と一緒にやってくれているこのコーチ仲間に対してのやはり同じ思い。J'ai vu qu'il voulait même penser licencier après perdre match contre Corée du Sud. で韓国戦の後にですね、やはり解任ということを考えたという話も聞きました。Je pense que je peux accepter plus facilement si licencier après match contre Corée du Sud parce que pour lui, c'est match contre Corée du Sud était plus important qu'un match pour Coupe du Monde.
で、そして、それだったら私だって少しは理解できます。つまりワールドカップよりもですね、日韓戦の方がいかに重要かということは私も分かっているからです。Pour ça, j'ai voulu parler pour dire, bah, peut-être, à notre entraîneur, il y a toujours un passage très difficile.まあ、だから私自身の方から皆様にこうしたすべてをお話ししたいと思ったわけでありまして、やはり監督というのはいろいろと難しい思いをするときがある。J'ai déjà vécu ça une fois. もう一回そういった経験はしてるんです。私 J'étais licencié après 24 matchs sans défaite. で24回試合に負けてその後解任ということがありましたから。Et j'étais licencié, mais ce n'est pas le président de la fédération, c'est le président de la République qui l'a décidé. Ça. で、その場合にはですね、会長からが決めたことではなくて、これは大統領がそういった決定をしたという話を聞きました。Bon. Bah, j'aimerais aussi beaucoup de choses encore vous dire, répondre. Bah, bientôt, je vais vers ce moment sur votre question, pas mais tout le monde. まだまだそれではちょっと時間が押してますけれども、皆様からのご質問を受けたいと思います。質問のある方は挙手してください。じゃあそちらの方どうぞ。マイク。朝日新聞の清水と言います。今のお話を伺う限りでは、23人の本番のメンバー選考に関して監督解任の問題が起きたというふうな認識を持たれていると思うんですが、具体的に協会がどういう思惑を持って、カリルさんの考えとこう合わなくて解任されたというふうに、まあ、お考えですか。Qu'est-ce que vous pensez? Quelle différence y a eu entre l'avis de la fédération et le vôtre? Quelle mal communication ou mécontentement ou quoi que ce soit a eu entre vous et la GFA pour bon. La sélection des 23 personnes? Président, il m'a approché. La communication et la confiance entre moi et les joueurs s'est affaiblie. ですね、会長から、言われたことは、まず、選手および、コーチたちとの、コミュニケーションと信頼が薄まったことということでした。Et c'est bizarrement, c'est affaibli au dernier stage.なぜか最後の遠征で弱まったようです。3年間何の問題もなかったと認識しております。私から疑問に思っているのは誰とのコミュニケーションだったのでしょうか。j'ai reçu beaucoup de soutien des joueurs. 選手からたくさんの励ましのメッセージをいただきました。全部読みたいところですが、マキノス。JFA の決定について非常に落胆しています。びっくりもしましたし。Je n'ai pas vu le problème de communication avec Vahid.ワイド監督と何のコミュニケーションの問題もなかったと私は思っています。Je vous dis ça comme joueur à l'intérieur de cette équipe. このチーム内の一選手として申し上げたいと。 C'est vrai que là on doit améliorer notre communication. 私たちのコミュニケーションを改善さらに良くするということは必要かもしれませんが、Mais je vous dis franchement encore une fois, 正直に申し上げます。もう一度言います。Il n'y avait pas de ce genre de problème. 私の認識ではそういった問題というのは存在しなかったと思っています。Personnellement, je me suis amélioré grâce à Vahid. 個人的にはワイドのおかげ、監督のおかげで私は随分と進歩ができたと思います。Il est très exigeant pour moi.すごい厳しい監督でした。
mais parfois sévère, 非常に厳しい指摘を受けたり、mais je dois lui remercier, そのおかげで、remercier. そのおかげで今の私があると感謝したいと思っています。 on a vécu ensemble un moment difficile et joyeux.厳しい時間、苦しい時間もありましたし、非常に嬉しい時間帯もあったと思います。Je voulais voir le football Vaïd à la Coupe du Monde. ハリル・ホジッチ監督のワールドカップが、ぜひ見たかったというようなメッセージでした。メッセージ d'un membre, je peux encore dire le message que j'ai, mais on n'a pas voyé le temps.時間があまりないので、多くのメッセージ全部言いたいところですけれど、beaucoup, beaucoup ベテランから、若い選手まで、多くのメッセージ。メッセージで un membre médical. トレーナー、メディカルスタッフからの、メッセージもあります。コーチワイド、vous étiez souvent sévère exigeant.ワイドコーチ、ワイド監督、本当に厳しかったですね。J'ai toujours accepté.それを苦ともせず。Nous avons combattu ensemble pendant trois ans. 3年間共に戦ってまいりました。Et j'ai beaucoup grandi. おかげで私は成長することができたと思います。Vous étiez comme un père pour nous. 私たちの父のような存在でした。Vous nous souvent grondez avec affection. 親しみを込めて叱ってくれたのではないかと思います。Je vous remercie pour ces trois années.この3年間本当に心から感謝しております。 vous avez fait de nous des hommes. 私たちを一人の男として成長してここまで、させてくれたのは、ワイト監督あなたのおかげです。 amitié sincère. 心よりの友情を。 un membre staff technique. テクニカルコーチからも、励ましの言葉をもらっています。 je vous parle anglais. What's happeningI don't understand. I can't believe this. What's a chime? J'espère que vous avez compris. 英語通じましたでしょうか。Faut répéter? もう一回言いますか。What's happening? 何が起こったんだ。ダバディさん。あ、すいません。じゃあ、英語の通訳を担当しております。What's happening?一体どうしたんでしょうか。 I don't understand. どうなったか私も分かりません。 I can't believe this. 本当に信じられません。 What's a shame. 本当に、残念に思います。 Ça, c'est un membre technique. Il a travaillé avec moi. 彼は、テクニカルコーチメンバーの一人で私と一緒に3年間過ごしてきた人です。 Et pour encore montrer quelque chose.もう一つお見せしたいものがあります。 Un joueur que j'ai sélectionné une fois pour l'équipe B. 選手です、B チームで1回だけ、起用しました。 Il s'appelle Daiki Niwa. Niwa Daiki さんです。 Hiroshima. 広島の選手です。 Il est venu avec avion de Hiroshima de ma résidence. 広島からわざわざ飛行機に乗って、私を訪ねてきてくれました。Merci. ありがとうとわざわざ言いに来てくれました。一回だけの起用だったんです。それも B チームの。Voyez les choses, c'est pas exactement différent. Qu'est-ce que vous voyez ça? 私が申し上げてきたことと現実何がどうなっているのでしょうか。よく分かりません。Bon, il a posé question communication relation. Je peux vous dire encore quelque chose?質問にきちんと答えられているか分かりませんけれど、もう一言言いたい。Oui. Ce que je veux créer aussi avec le groupe que je travaillais, esprit familial. 非常に家族的なスピリット、家族的なチーム、スタッフ全員が一つの家族、大きな家族という形で、私たちは仕事をしてまいりました。Vous savez, staff étranger, il faut un petit peu rassembler avec staff japonais.外人は外人、日本人は日本人ではなく混ぜて一緒に、全員で一緒にディナーをご飯を一緒に食べようという機会を何度も設けました。Bien sûr, c'est moi qui l'a payé. おごるのは僕ですけれどね。ça coûte cher, quand il est gratuit, quelqu'un il mange beaucoup. ただ飯だと思うとみんなすごく食べるんです。Après qualification.
ワールドカップ出場権手に入れました。J'ai fait offert, c'est pas bien que je, mais je suis obligé de dire. 本当は言わない方がいいんですけれども。J'ai fait cadeau à tout le monde. みんな一人一人にちょっとしたプレゼントなんですけれども。Pour mon remerciement. 自分からのお礼の気持ちを込めて一人一人に。Tout qu'est-ce qu'on fait? プレゼントしました。Mais ça veut dire, Vaïd, il n'est pas aussi méchant que certains de vous me montrer. Vaïd, 見た目ほど憎たらしいやつじゃないと、どっかでは思ってもらえたのではないでしょうか。Je suis sévère sur le terrain, mais au dehors, c'est un petit peu différent quand même. ピッチでは非常に厳しいかもしれませんが、いつもいつも厳しいわけではありません。はい、よろしいです。はい、じゃあ次の質問の方お願いします。じゃあそちらの、はい。フリーランスの村上アシシといいます。サポーターとして記事を書いているものです。サポーターとして一つ質問させてください。ワイットさん、僕らサポーターにとってもうこれは最悪の悪夢です。あなたと共にワールドカップの本戦を戦いたかったです。日本サッカー界がこんなひどい状態に陥った際に僕らサポーターはどう振る舞えばいいのかアドバイスが欲しいです。今まで3年間共に戦ってきた何十万人何百万人という日本代表サポーターに向けてメッセージをお願いします。ありがとうございます。Vous savez, je sais il y a beaucoup de gens qui sont blessés comme moi。ありがとうございます。私のように傷ついている方が多くいるというのを聞いて、このように励まし、サポートのメッセージをいただいたこと今までありませんでした。日本だけではありません。今まで profondément blessé, je comprends rien pourquoi c'est venu pour ça。本当に今まで日本だけでなく、こういったことというのはありませんでしたし、本当に深く傷つきました。なぜなんだろうという思いでもう一度日本に参りました。 Il faut venir marcher dans la rue de Tokyo avec moi. ぜひ一緒に東京の街を練り歩いてください。 Pour voir quelle affection le donne les gens qui passent dans la rue. ハリル監督とかハリルさんだって言って多くの方々に道端でも声援を送っていただけるんです。Mais bien sûr, ça me fait plaisir, ça. すごく嬉しいです。 Mais tout le monde, il demande, qu'est-ce qui s'est passé? でも何が起こったんでしょうかとみんな質問してきます。 Bientôt, je vous poser pas mal de questions directes à président pour réponse.私の方から直接、会長にも、質問をしたいと思ってるんです。Ils m'ont empêché faire quelque chose aussi plus fort, Vaïd. 私の得意分野である最後の爪というのを仕事をさせてもらえなかったんですね。Peut-être les gens ne savaient pas, je suis élu parmi les meilleurs entraîneurs de Coupe du Monde au Brésil.ワールドカップ、ブラジル大会でも、かなりいい監督だったと自負しております。ワールドカップ、出場権を得られるこの日本でも、いい仕事をしたと思っているんです。Ils m'ont pas donné possibilité. C'est la première fois que je veux travailler quatre semaines avec l'équipe.4週間初めてチームと日本代表と仕事をしてきたのにもかかわらずこの続きができない。ここからだという時に仕事ができなくなっちゃうわけです。やはり非常に傷ついております。 Mais malheureusement, comme vous, je n'ai pas encore réponse.皆さんサポーターの方々と同じようにやはり深い傷を負っていますけれども、まだ答えはないです。でも本当に、サポートしてくださってありがとうございます。心より感謝します。このように私をサポートしてくださる方がこんなに大勢いらっしゃるっていうのは本当に今までわからなかったかもしれません。
まだ全部を語りきってないのかもしれませんが、一番素晴らしい試合、それはサポーターとの試合かもしれません。それに私はサポーターの心を得られたという、そういった勝利を収めたのだったらすごく嬉しいことです。ありがとうございます。はい、じゃあ、じゃあそちらの外国人の方どうぞ。Excusez-moi, mon collaborateur il va vous poser la question en japonais et je vais vous traduire après si ça vous ennuie pas. Merci. 目覚ましテレビの木下と申します。まあ、監督自身今回真実を探しに来日したというふうに今おっしゃっていましたけれども、結局監督のその解任された理由の真実というのは具体的に何だったんでしょうか。まあ、そしてもう一つ、まあ、監督自身悔しい思いはしていますが、ワールドカップで日本代表を応援しますか。Alors, je me permets de traduire. Alors, avant de venir, vous avez expliqué que vous veniez chercher la vérité. Est-ce que vous l'avez trouvée? Et si oui, qu'est-ce que c'était? Et la deuxième question, c'est est-ce que pendant la Coupe du Monde, vous allez regarder les matchs et supporter l'équipe du Japon? Merci. Je n'ai pas encore trouvé la vérité.残念ながら真実を探しに来たと言ったものの、まだ真実は見つかっておりません。Je sais, il y a quelques joueurs mécontents. 何人かの選手が不満を漏らしているということは聞いております。Qu'ils ont resté en contact avec le président. 会長とやり取りをされているようですが。Et avec un certain staff de certain nombre staff de technique. テクニカルスタッフ何人かともコンタクトを取っていたようです。Quel rôle il avait là, Nishino, je sais pas.西野現監督がその中でどういった役割を果たしたのかというのは私には分かりませんが、私がまだ代表だった時に彼がちょっと注意した方がいいかもしれない選手が何か不満を漏らしているっていうようなことを言いかけていたので、で本当に何か問題があったのだったとしたら、Mais pourquoi jamais mon président ne m'a pas convoqué pour parler avec s'il y a des problèmes? 本当だったら、会長が、事前にいろんなこういう問題が起こってる、どうするんだハリルって言ってくれればよかったんだと思うんです。Monsieur Nishino, pourquoi pas fait?西野さんも、私にそういったことを事前に、警笛を鳴らすなり何かインフォメーションをくださればよかったのではないでしょうか。 Pourquoi le président il a parlé que avec certains entraîneurs? Pourquoi il a pas parlé avec Jackie Bonvey, Cyril Moine et Luguchi? Pourquoi il a parlé avec eux? 会長あるスタッフとは話したけれど、なぜ私の方のスタッフ、ジャッキー・ボヌベイですとか、モアンヌ、あとゴールキーパーのコーチとは話をなさらなかったんでしょうか。Comment s'appelle ce joueur qu'ils ont parlé? Il y a deux joueurs. その選手、2名いるのでしょうか。Mais chez moi, il y a au moins 15 joueurs qui s'est manifesté qu'il n'y a pas de problème de communication.不満を漏らしている選手は2名でしょうか。私の方には感謝してる、ありがとう、残念だというような選手は15人ぐらいメッセージを直接送ってきてくれてるんです。Et enfin, pourquoi moi comme premier concerné, pourquoi président il m'a pas convoqué pour m'expliquer, Vahid il a des problèmes?本当に会長から前もって、ワイド問題があるみたいだよって教えてほしかったです。Bien sûr, il a tout à fait droit, mais licencié, il n'y a aucun problème pour ça. 解雇権持っていますから、その解雇するということについては問題ではないと思うんですね。Mais est-ce qu'il demande à son sélectionneur explication s'il y a des problèmes?何か問題があったんだったらその原因は何なんだって監督に会長が聞いてきてほしかったです。Après, président, il prend son décision, c'est normal. で会長の決断というのはもちろん正しいですし、c'est ça qui m'a plus choqué de cette situation. 今の現状、私がすごくショックを受けているのは、前もって何の相談も問題だよ
とか誰も何も教えてくれなかったんですね。On m'a été licencié à cause de manque de communication。そして突然会長自らパリまでいらしてくださったわけですけれども、突然の解雇なわけです。Mais je suis entraîneur qui l'a plus communiqué du monde parce que je suis au contact permanent chaque jour。で、わからないんです。コミュニケーションと信頼関係が薄れているという内容が。Bah, vous avez vu les gens qui travaillent au trainer et 最初ずっと申し上げていました、こう日々のミーティングですとか月曜日全体会議とか、そうやってコミュニケーション取ってたつもりなんですね。C'est le président qui va me donner toutes les réponses。で、こういったたくさんの仕事を私一人ではなく私のスタッフ全員で、構築してきました。なので、それに対してどういうことなのかっていうのは、nome, prénom, comment il s'appelle? Parce que maintenant c'est débat public. 本当にどうしてなのかっていう答えが知りたいと思います。D'abord, je reste toujours supporter de l'équipe de Japon. 2番目のご質問ですけれども、私は日本の永遠のサポーターです。Je suis pas quelqu'un qui peut mélanger choses. いろんなことを混ぜることができない。Vous savez, j'ai entraîné quelques équipes aussi. まっすぐな性格なので。Je reste toujours fidèle. 今まで関わってきたチームそれぞれと、常に。Vous pouvez pas imaginer combien il y a de gens très gentils de cette équipe.私は常に今まで関わってきたチームと、親密な関係を築きたいし、ずっといつも私の忠誠心は変わらず。J'ai un vis-à-vis cette équipe, il y a de pas mal joueurs. 日本チームおよび多くの選手たち、スタッフたちに私はまだすごく心が。Et tous qui ont me contacté, ils ont posé les mêmes questions.心が通っていると信じていますし、みんな、どのような、事態でこういうことになったのかと、分からないままです。日本、ずっとこれからも頑張ってください。これは本当に心からの言葉です。みんな頑張って。これはバイオリンってこうリップサービスではありませんよ。私のことについて、好きなだけいろんなことを言ってください。ただ私のこの忠実なこのまっすぐな正直な気持ちと、は心からのものですし、それについては揺るぎないものだと思います。Je veux dire aussi parce que tout à l'heure, je ne sais pas comment ils vont transmettre cette phrase. Je veux dire dommage, trois points peut-être. まあ、本当に今回、この事態のことを私は何と申し上げたらいいんでしょうか。非常に心残りです。Il faut bien réfléchir pourquoi je le dis.どういうことなんでしょうか。Si vous pouvez permettre, s'il vous plaît. もう一つお願いがあります。Quelques messages personnels aussi. 個人的なメッセージになります。Je le dis pour l'équipe. お許しください。Je le dis pour supporters. チームの関わったすべての人たち、そしてサポーターにも先ほど感謝の言葉を申し上げたと思います。Si vous permettez, je veux message.Pour la préfecture de Kumamoto. 熊本県にも、私個人的に、感謝したいと思ってるんですね。J'ai reçu beaucoup messages exceptionnels. 本当に特別なメッセージをじきじきに、熊本県からもいただきました。Tiens, j'ai prévu de quelques jours aller là-bas parce que j'ai promis que je viendrai avant Coupe du Monde.ワールドカップ前に熊本に足を運ぶと約束したので、熊本にも行きたいと思っています。Malheureusement, situation a changé. こういう状況なので、変わってしまったのですが、j'ai toujours porté le badge de Kumamoto avec beaucoup fierté de chaque match parce que j'ai promis.そして熊本県と約束したのが、試合ごとに、熊本のバッジをつけるということでした。Mais je viendrai comme touriste.
次回は私は観光客として、熊本に足を運ぶことでしょう。Toutes les mes amis qui m'ont dit est-ce que tu vas venir au Japon? 友達から聞かれます。君は日本に行くのかい？ Je vais venir avec tête haute. もちろん、絶対自信を持って次も日本に来れる。Je suis fier. Tout qu'est-ce que je fais? Et comme entraîneur, et comme homme.今までやってきたこと、仕事にしろ、一個人としても、非常に自分でも自分のことを言うのもあれですけれども、誇りに思っています。Et moi et ma famille, on adore le Japon. 私も、そして私の家族も日本が大好きです。On a visité quelques endroits magnifiques. 素晴らしいところを観光で、見物させてもいただきました。北にはちょっと足が運べてないのが残念なんですが、Mais je suis encore vivant. まだ、生きていますから。On se verra. なので、またお目にかかりましょう。よろしいですか？次の質問。Une autre question? Oui, oui, une autre question. はい、じゃあもう時間がないな、あと数秒ですけれども、質問のある方、挙手してください。じゃあそちらの奥の、はい。朝日新聞の記者で牧内と申します。コミュニケーション不足というのが解任理由と聞いていますが、これまでいろいろな海外のチームを指導を経験してきて、同じような理由で解任されたということはあるんでしょうか？でこういった理由に関してはどのようにお考えでいらっしゃいますでしょうか？Est-ce que vous avez été licencié pour cause de manque de communication comme cette fois-ci était la cause? Est-ce que vous avez eu cette expérience?Je veux dire, franchement, j'ai jamais entendu ça. Oui, 初めてです。今まで聞いたことがありません。Sur le football, depuis un certain moment, je me souviens pas. まあ、フットボール、時々、すべて覚えていませんが。Mais aussi la communication, mais il faut dire communication, quoi et avec qui?コミュニケーションって あまりにも、広い意味すぎてですね、具体的に誰ととかどういうことっていうのを教えていただきたいと逆に思います。Je suis là depuis 5-6 jours. また再来日、滞在 5-6 日目でしょうか。Il y a beaucoup de gens qui sont venus me parler. 多くの人が、見えて、話をしていきました。よく私には事情のわからないことが、私の知らないところで行われているような気がします。Mais vous savez, Coupe du Monde, Félix de 23, ça provoque toujours de n'importe quel pays beaucoup discussion.まあ、ワールドカップ日本代表23人を選ぶというのはこの日本においてだけでなく、どこの国であってもたくさんの圧力が起こる問題だと思います。監督および選手にとってワールドカップ出場という意味はどういったものでしょうか？プルベルプロモーションディモンキエジスト、その選手や監督にとってやはりすごく素晴らしいプロモーション、名誉なことではないでしょうか。Même si tu perds tous les matchs, 全ての試合負けたとしても、ta image, il est très positive. ワールドカップに出たということは非常にポジティブなイメージではないでしょうか。Pourquoi ça me fait mal? On a réussi à qualifier l'équipe.本当に傷ついている理由は、そのワールドカップに出れる。Derrière tout était organisé, vous savez, il y a stage à Chiba, stage à Austriche, stage à en Russie, à Kazan. すべてが整い始めていたところなんですね。ワールドカップに出るぞ。そしてこれから千葉、オーストリア、ロシアでも、遠征が控えています。Avec mes collègues de administratif, on a réussi à préparer tout. 全ての準備を今後、事務局側と整えていこうとしていたんです。Toutes les petits détails. 細かいディテールまで、全て詳細を詰めて。Vous pouvez pas imaginer quel est ce boulot. 詳細を詰めていくところだったんです。もうどれだけ大変な仕事量か。Et Thierry, vous savez, depuis deux mois, là,
コロンビ、ここ2ヶ月、コロンビアみたいな。J'ai regardé 10 fois cassette match Japon-Colombie. 10回ぐらいは見たと思います、日本コロンビア戦のビデオ。Yeah, j'ai oublié de parler aussi. Il y a moi, février. 言い忘れたことがありました。2月なんですけれど。J'ai fait visite à notre joueur ancien, ACB, Eiji, Yoshida, Nagatomo.海外組、2月なんですけれども、海外組長谷部とか英二とか吉田、に会いに行ったんです。コミュニケーション、そういったベテラン選手と、コミュニケーションに最近どうしているのかというような、実施調査でしてきましたし、その時特にコミュニケーションの問題というのは起こっておらず、選手たちは非常にモチベーションが高かったんですね。なぜか1ヶ月後にはコミュニケーションが薄らいだでしたっけ。どなたとのコミュニケーションの話をされているのか。Tu étais préparé, maintenant c'est pour un entraîneur qui est ambitieux comme moi.分かりません、準備はすべて整ったところで、次の監督に受け渡すというような、形になりましたが、その監督にとっても非常に大きなチャレンジだと思います。 J'ai quatre semaines de travail. これから4週間共に働けるってワクワクしてたところだったんです。 Je sais qu'est-ce que je suis capable de faire.どこまで行けるのか本当に分かっていたんですけれども、ton président est arrivé. Non, merci. 会長が来て、ではさよならと。突然の出来事ですし、事前に何も知らされてない。J'aimerais bien savoir la vérité. Vous me dites. なんでなんでしょうかね。逆に私が知りたいです。教えてください、皆さん。J'ai raconté aussi à un ancien dirigeant.Mais personne ne comprenait pas. 他の、歴代監督にもお話聞きましたけれども、分からない、なんでなんだろう。Non, il faut pas dire à Vaïd, il faut dire à tout le monde, il y a supporters aussi, il faut dire la vérité. どうぞ真実を私だけじゃなく、サポーターの皆さんや多くの皆様、何だったんでしょうか。Mais pourquoi maintenant, à moi, vos préparations?おまけにこの時期にですよ。どうしてなんですかね。C'est quelque chose, même pas sérieux, ça. やはりこういった、時期に、こういった結果というのは本当にそれでいいのでしょうか。C'est vrai, j'ai préparé tout, mais quand même, Coupe du Monde, c'est autre chose. 準備はしたと言っても、舞台はワールドカップです。Et vous pouvez imaginer dans quelle situation je suis.今の私がどんな心の内かっていうのは分かってもらえるでしょうか。Et quand je vis comme le peuple supporter quand il marche dans la rue, si vous venez avec moi marcher dans la rue de Tokyo. 私が街で出会う一ファン、サポーターの人たちが。Vous allez voir.私にどういった声をかけてくれるかとかっていうのをご覧になったら、分かってもらえるのではないでしょうか。Je pense que GFA il a pris une grosse, grosse risque. この段階で、連盟協会はかなり大きなリスクを背負ってしまったのではないかと思います。Tout le monde, par exemple, en France, me dit, mais c'est pas possible au Japon. フランスでは、日本でそんなことが起こるの？ということをよく聞きました。Base de votre fonctionnement, de votre société, c'est respect, pays de respect.日本というのはリスペクト、お互いに尊重し合う国だと聞いておりましたし、そう思っていました。いかがでしょうか、皆様に問いかけたいと思います。代表監督に対する、こういった、ことというのはいかがなんでしょうか。S'il m'a dit, bah, vous avez perdu contre Ukraine, vous avez perdu, bah, je peux comprendre plus facilement.私がきっと理解しやすかったのは、だってウクライナに負けたんでしょうとか、そういったこうリザルトをバンってぶつけてくださったら理解できたと思うんです。J'ai invité le président qui venait au Belgique pour le match. 会長にベルギーに来てもらおうと思ったんですね。Il m'a dit qu'il a quelques obligations.
ちょっと別の別件が入っていると言われてしまったんです。もうワールドカップまであと一直線、頑張らなくちゃ、いろいろ準備しなくちゃいけないから、ぜひ来てくださいと申し上げたんですけれども。Je veux dire encore quelque chose parce que le président a parlé de la conférence presse, vous n'avez pas posé question aussi. Il m'a parlé beaucoup de M. Nishino. Il a un comité technique. Le président l'a dit que le comité technique a aidé l'équipe nationale désespérément. Il fait des efforts pour améliorer. 会長の記者会見にも出ていましたし、皆様からの質問がないので、私からこれを申し上げなくてはなりませんが、会長の記者会見の時に、技術テクニカルコミティが、たくさんの修復をしようと試みた、コミュニケーションのとか信頼関係のとか。Aujourd'hui, je vous garde comme ça.J'ai jamais raconté jamais un membre au comité technique. Je savais même pas qu'il existe. Ils m'ont dit qu'il existe, mais je savais, je n'avais jamais personne. テクニカルコミティの存在すら私は知りませんでしたし、どなたも私のところに、見えてお話をしていた。Jamais, jamais. Demandez eux. ことはないので。Moi, je connais pas.私の方では存じ上げない。Il avait jaune à côté parce que j'étais tout le temps au bureau. Il avait jaune. On se dit konnichiwa, konnichiwa, bonjour, bonjour, c'est tout.私のオフィスに来てもらったときに挨拶握手はしたかもしれませんが、ミシニシノ、西野さんもいらっしゃいました。Savez, il arrivait après, c'est pas au départ qu'il est avec nous. 西野さん、後から、加わったわけですけれども、c'est quelqu'un qui a commencé le travail première fois de cette rôle directeur technique.テクニカルディレクター技術委員長の役務を初めてこなされる方でした。確かに彼とのコミュニケーションは非常に少なかったかもしれません。挨拶はもちろんしましたが、すべてのトレーニング、会議、常に一緒にいました。選手、このリストで行こうかという提案をしたとき、Il a, j'ai demandé, qu'est-ce que tu penses, parce que surtout sur le joueur local. 現地のローカルの選手も起用したりしましたので、彼の意見を求めたりもしました。Il parle trop peu, mais il dit quelque chose. あまり多くを語らない人でした。Pendant le match.試合中ですが、j'ai demandé qu'il fait observation lui et au traîneur, deuxième entraîneur de gardien. ゴールキーパーの第二コーチとともに選手たちの観察をしてくれとお願いしました。Parce que la mi-temps est descendu parce qu'on a une petite réunion entre nous staff technique pour qu'est-ce que je veux dire aux joueurs pendant la mi-temps. ハーフタイム前に彼らはその観察から降りてきて、いろいろこう情報をくれるんですね。そうすると、ハーフタイムの時にロッカールームで彼らにいろいろ話ができます。すべてのトレーニング練習にも彼は参加していました。いつもいや良かったって言ってくれたんです。一度だけ。Comment DTN en France fait travail, directeur technique en France, comment il travaille? 一度西野さんに聞かれたのが、フランスでの技術委員長の役務、どういった仕事をされるのですかと聞かれました。Jamais, jamais, entre Nishino, il avait, je sais pas, est-ce que derrière mon dos, je sais pas. Il n'est pas discuté avec un joueur que j'ai pas vu.私の知らないところでどういったやり取りがあったのかというのは不明です。 j'ai pas demandé non plus. あえて聞いたりはしてないんですけれど、ça c'est plutôt le traîneur ou d'autres staff médical comme ça qu'ils ont parlé. 他のメディカルスタッフが、話をしたりとかすることはありましたし、j'ai vu le président dit qu'il a essayé m'aider, qu'il s'est essayé organiser un rendez-vous avec moi.会長から、私が、望めば会うというようなことを、してくださったようです。C'est lui qui m'a en Belgique, il a dit un joueur qui parle un petit peu trop.
qui m'a convoqué la première fois, elle a dit, Vaïd, quelqu'un, il parle un petit peu trop. そして、技術委員長がベルギーで、ちょっと選手が一人不平不満を言ってるんじゃないかというようなことを聞きました。On avait relation très correct, très cordial. 非常に友好的な、関係性を保てていたような気が私はしていました。問題は。De toute façon, vous pouvez poser les mêmes questions.問題はどこにあったのか、皆さんからもぜひ聞いてもらいたいと思います。喋りすぎたかな。よろしいですか。よろしいですか。はい。もう時間が押してしまいましたので、申し訳ございませんが、ここで質問は打ち切らせたいと思います。当クラブではですね、ゲストの方に、一筆計上といた、申しますか。サインをしていただいております。先ほどハリトンチさんにも下で書いていただきましたので、ここでご紹介いたします。アラフさん、はい、説明してください。Monsieur, これが、私が先ほどサインしました、本命帳です。そして最後に、私は皆様、記者の方々にも一言申し上げたいと思います。あらファン、バー、ジュブレメシアヴォージュナリスト、ヴォーメディア、メディアの方々、記者の方々、本当に心より御礼申し上げます。本当に心より正直に申し上げます。Pardon? J'ai pas beaucoup d'informations. J'ai pas suivi beaucoup qu'est-ce qui s'est écrit sur moi. 私に入ってくる情報量というのは非常に少ないです。Je sais qu'il y a des critiques aussi. 批判もあるというようなことを聞いています。Mais je connais beaucoup pire comme vous.日本の記者の方々はそれでも私には、優しい、人々だったと思います。juste vous dire, ça c'est un moment un petit peu spécial. このタイミング、この時期というのは非常にこう特殊なタイミングでしょうか。il peut avoir beaucoup manipulation. 何が起こっているのか本当にわからないです。Pour Vaïd, pour UEFA, c'est pas bonne chose. Il faut que vous êtes objectif. どうか記事を書く皆様方、客観的に。Il faut aider l'équipe pour préparer Coupe du Monde. 客観的に、記事を書いてください。私のことをどう言っても構いませんが。L'équipe est dans un groupe très difficile. どうぞ。日本代表のことは、今すごい窮地に陥っていると思いますので、 très bien.、これから頑張って準備をしていくことでしょう。 Coupe du Monde, c'est vraisemblant plus belle et plus beau compétition du monde. フットボール、サッカーの世界ではワールドカップこれ以上ない、試合になると思います。 Mais très dangereux aussi.、危険性をはらんだ、素晴らしい、ワールドカップです。 Si tu n'es pas prêt, tu peux avoir beaucoup d'illusions.お願いです。どうか彼らに、準備の時間を与えてあげてください。それがないと、日本代表どうかいい試合、いいワールドカップをしてほしいと思います。そして最後にですが、j'étais applaudi plusieurs fois de vous, pas tous. Pardon? J'étais applaudi plusieurs fois.記者の方々から今まで全員ではないですけれども、記者会見終わるごとに拍手をいただいてきました。Je vous remercie.
その拍手に本当に心より御礼申し上げます。ありがとうございました。ありがとうございました。最後はですね、当クラブの方からプレゼントがあります。ちょっと待ってください。先ほど下で選んでいただきました当クラブの特製のロゴ入りのネクタイでございます。プレゼントいたします。ありがとうございます。Bah, je dois remercier. J'aimerais bien encore le dire pas mal de choses. Mais monsieur m'a dit, on est, avec le temps, on est un petit peu restrictif. Peut-être un séjour.また皆様にお目にかかれるのを本当に心より楽しみにしています。Encore une fois, ありがとうございました。本当に心よりありがとうございました。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。それではハリフィギストさんに退場いただきますが、会場お出になるまで皆様はその席に留まってください。最後拍手でお送りしたいと思います。どうもありがとうございました。もう一度拍手をお願いします。